2025年度からの自動運転システムを導入した路線バスの本格運行を目指し、県はあさってから下野市で市街地としては初めての自動運転バスの実証実験を行います。実証実験を前に今日出発式が開かれ、地元下野市の坂村哲也市長のほか、実際に路線バスを走らせる関東自動車の吉田元社長などおよそ50人が出席しました。 AI 等を活用した無人自動運転移動サービスの導入は、公共交通を取り巻く課題に有効な解決策の一つであります。出発式の後、関係者が実際にバスに乗り込み、乗り心地を確かめました。あさってから来月19日まで実証実験が行われるのは、 JR 自治医大駅東口から自治医科大学附属病院までのおよそ900メートルの区間で、片道およそ5分です。この区間には普段から路線バスが運行していて、年間およそ5万人が利用しています。実証実験では1日19便を運行する予定で、運賃は大人190円、子ども100円です。実験は運転手が乗った上で、基本はハンドルから手を離した状態で走行します。バスに設置されたカメラが周りの乗用車や歩行者の動きを察知し、急にバスの前を横切ると減速するなど、操作を自動で行います。市街地のバス路線で実証実験が行われるのは県内では初めてで、安全対策などの成果に注目が集まります。バス停にじゃあ何センチまで寄せたらいいのかとか、飛び出す歩行者にですね、どのぐらいの例えばスピードの制度をかけるのかとか、さまざまな課題が出てくると思うんですけども、その課題をですね、きちっと集約して、来たるべきその本格的な自動運転の時代に、向けて準備していきたいなと。